お姉ちゃん、お姉ちゃんはもう大丈夫だ、ゆめまる。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを、お姉ちゃんを心配するな。雪見は必ず助け出す。楓、雪見がどうしてこの子を可愛がっていたかわかるか。戦国大名の姫として生まれ、小さい時から政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱いものを見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。今の世は強いものだけがのさばりやがって。サマノスケ、そうだ、夢丸、お前に世界を見せてやろう。世界？4年前、俺は叔父の光秀に勧められ日本を飛び出した。海の向こうで俺は肌の色も言葉も違う多くの人間と出会い、日本では到底経験できない体験をした。夢丸、世界にお前の知らないことがいっぱいあるぞ。自由がある、希望がある。それをたくさん見てこの国のみんなに教えてやるんだ。小さな領土で争って戦なんかしてもつまらねえってな。助けて。誰だお前は。ご正室、初姫様の腰元でぬいと申します。雪姫様が地下に。しっかりしろ。楓、残された時間はあとわずかだ。俺は雪姫を助けに行く。この腰元と夢丸は頼んだぞ。分かったわ。
様の助殿、やはりダメですかな、おだけ使えるのは。くどい。仕方がないですが、あなたはまだ幻魔の本当の恐ろしさを知らないのだ。血の底にいる幻魔たちよ、いよいよ本番だ。暗黒儀式の準備をしろ。儀式の邪魔をする様の助殿には地獄の苦しみをたっぷり味わっていただきましょう。今頃あのくのいちも。サマノスケ、何かわかった？何するんだ、離せ。サマノスケ殿、まだまだ青いですね。夢丸、夢丸、どうしたの？大丈夫？化け物が西の牢屋蔵から現場か。ここまで来ればもう大丈夫だわ。